もう100回も放送されたんだな。共有してリンクをコピーツイッターにツイートしようと。YouTube でいつも見てる。おお、嬉しい。ハッシュ HKT 青春体育部。チアリー。こう。ね。メガホン、チャリ人口編、本日24時25分からです。絶対に見てほしい、見てほしい。前編は YouTube で、 YouTube でも見れます。ハート。そう、チアの後編なんです。 HKT 青春体育部チアリーディング後編、 KBC 九州朝日放送さんにて24時25分からます。キラキラ、キラキラ絵文字どこだ。私最近知ったんですけど、マックってさ、ここでさ絵文字選べるの最近知ったの。スマホみたいな感じで、なんか絵文字ってさどうやって打つんやろうなって思ってたんだけど、ここにあったのね。ハートどこや。例えばハートって打ったら出てくるんだけどね。チアリーディングっぽい絵文字あるかな。違ったりベッチー、あ、これにしよう。チアっぽい絵文字を見つけたので、これでいいのかな。5って書いてある。これでいいか。チャーリーディング後編つぶやきます。ツイート、ツイートした。チアっぽい絵文字をつけてみた。
HKT 精神体育部チアリーディング後編、厳しい厳しい九州朝日放送さんにて本日24時から24時。よし、オッケー、早いな、みんないいんですYouTube でもね載ってます。だからさ、もし見逃しちゃったっていう時とかもさ、見れるのめっちゃいいよね。こんな感じで見れます。ほら見てみて、今度今度っていうか今ラビチップに投票しましたか。何なんだろう今週のお題は。先週の見たけど、ゆかちゃんの側転、あ、前編は YouTube でも見えます、ごじってますっていう今ご指摘が入りました。コメント欄にてありがとうございます。ちょっと追消ししてもいい？すみません、なんか追消しします、すみません、追消し、引用リツ、引用ツイートありがとうございます。今さ一回消してさ、またコピーペーストしたらさ、あ、すみません画面汚くて、絵文字んとこがさ文字になっちゃってさ、チアリーディング後編メガホン側転をする女性ってなっちゃった。チアリーディング後前編、前前の方ね、前前編、チアリーディング後編メガホンと側転、側転で出てくるのかな、あ出てきた、これかな、あれさっきとなんか違う、まあいっか、チアリーディング、あーとワーサル福岡校で撮ったんですけど、今回の 2作 前編後編はこじってないな。ツイートします、ツイート、これワーサル福岡校っていうところで教わったんですけど、本当にね、なんか以前から何回か行ったことがあって、そうなのよ。すごい早、古川さん、西スポの記者の古川さんからいいねしましたっていう通知が来てましたが、追消ししてしまいました。これで誤字ってないかな、大丈夫かしら、チアリーディング後編警備者さん、よし、 OK、今回のラビリンスのあれ何やったんやろ、これ一緒にできるね、この解説があるから。めっちゃ難しかったです、このなんか普通のダンスとまた違ってて、なんか普通のね覚えるダンスって例えばなんかステップが何個か組み合わせてやってる系が多いから結構慣れてるステップが多かったりするのなんだけど、このチアの動きは全くしたことがない感じの動きで覚えるのがめっちゃ大変だった。普通のなんかダンスよりも個人的に難しかったです。この時ポニーテールしてるね、今日もポニーテールしてるけど、一緒に見たいんだけど、今何分ぐらい、今 4分
4分33秒。あ、本当に全然できてないとこが今映りましたね。4分半ぐらいのとこ本当に踊れてない。あ、4分半じゃなかった、4分半か。バリアップされたの。ラウンジとかもやらないですしね。あ、間違ってるわこの時も。手と足が本当にごっちゃになりましたね。先生可愛かったな。なんか思いを伝えたい人、エールを送りたいっていうテーマで、そう、大切な方にエールを送るっていう企画なんだよね。で、前編がこの前放送されて、今 YouTube にも上がってるんですよね。青春体育部って調べたら出てくるんじゃないかな。普段は一晩寝て覚えるって葵ちゃんが言ってるけど、本当に結構そうで、勉強と一緒だよね。睡眠で定着させたいみたいなとこある。そう、今回はね、でも本当にね、なんかいつも以上に頑張ったっていうか、ガチでそう頑張りましたね。懐かしい。もう覚えてないもんだって。普通に見ちゃってるっていうね。15分番組だからこれ一気見できるんじゃないですか、多分ね。難しかったな、私得点できるんだって思った。逆に一時期ね、そのワーサル福岡校で練習しとった時あったんですけど、なんか結構時間空いてたから、そう、あんなにねできると思ってなかったのに結構ねできました。床がふわふわしてるっていうのはあると思うんだけど。側転キレキレで草だって。いや本当にね、側転はすごかったですね、我ながら。そう、え、どこまで放送されるんだろう。あ、やばい、広告が入ります。やばい、ちょっともうほぼ間に合ってなかったですね。リコちゃんね、うまいんだよね。てかね、結構リコちゃんってさ、何でもできちゃうんですよね。客観的に見るとすごいな、みんな。私は結構ね、運動苦戦しましたね、この番組では。結構私も結構何でもできるんじゃないかなって思ってたんだけど、本当にドッジボールしかできんくて。そう、パターゴルフとか野球とかサッカーもしたんだけど、結構ね全部できなかったな、あんまり。
測定してるとこが。ハルタンはねうまいのよ。結構普通に通っててバク転とかもねできるようになったりし。おお。できとる。HKT で練習したの。めっちゃサシコドソレイユってコンサートでやるってなってて結局やんなかったんだけど、その時は結構いろんなのを練習してたね。バク転だったりとか難しすぎて。そうそうなんですけど、だからかな、それの名残もあってできるのかもしれない。手手足足めっちゃやれてたの当時。そうエモめない BGM が流れとる。めっちゃいい曲流れてるんですけど。そう特訓はまだまだ続くって書いてあるんだけど、結構本当にねしっかり練習しました。小雪さんとコンさんはね9年間お世話になってるので、本当になんか家族みたいな感じですね。あの人にチアリーディングでエールを送りたい。泣いてる。嬉しいです。おお。青春体育部ね。そうこの青春体育部の後編が今日の12時25分からですね。私ショールームに12時までできるんだけど、12時25分皆さんも起きてる時間なんじゃないでしょうか。コンさん西鉄電車で見たことあるけど普通に無言で立って乗ってた。いや逆に喋らないでしょその電車の中で。コミちゃんの誕生日だね。連絡した。そうコミちゃんで、私ね LINE のねプロフィールがめちゃめちゃシンプルだから、ちゃんと私って分かってるかなって思うんだけど分かってんのかな。そう明けおめ LINE とおたおめ LINE しましたね。青春体育部土曜じゃなく今日の12時25分から放送されます。ミクリンエルタンも誕生日。そうだねミクリンとエルタンにも連絡しました。日曜今日のまあ日付変わるから、まあ、月曜っちゃ月曜だけど今日の0時25分から放送されます。なんかね毎週ね HKT はボイトレをねしてるんですけど、来週はねクライベイビーをね
来週とか来週か今週か来週かクライベイビーオフィシャルヒゲダンディズムさんの曲をね歌おうかなって思ってるんだけど、なんかもう聞いた絵なんですけど難しすぎてね、これできるのかっていうところ。今あの東京リベンジャーズを見てるので、そうぴったりだよね本当に、あのアニメにさすごいぴったりな曲で。口喧嘩さえなくできない癖してさえない冗談言うなよ。何度も青あざだらけで涙を流して流して不安定な心に心を肩に預け合いながら腐りきったバッドエンドに抗う。なぜだろう喜びよりも心地よい痛みずっしりと響いて濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う土砂降りの夜に誓ったリベンジ。難しいんですよね本当に。覚えれるかしらちゃんと。胸ぐらをつかまれて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった予報通りの雨にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつくいつも口喧嘩さえうまくできない癖してさえない冗談言うなよ。どんどんだけなあなたに何だ何度も青あざだらけで涙を流して流して不安定な心を肩に預け合いながら腐りきったバッドエンドに抗う。なぜだろう喜びよりも心地よい痛みずっしりと響いて濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う土砂降りの夜に誓ったリベンジ。難しい難しすぎる。練習中です今。胸ぐらをつかみ返して反撃のパンチを繰り薄くないじゃなきゃお前の手で言う手でないかな忘れるな忘れるなが難しすぎてちょっと分かんないんだよね本当にあの音が。忘れるな忘れるな。どうして
てててててあそこはなんて言うんだろう、ミクスチャーみたいな感じ、なんかかっこいいですよね、あのなんかギュンギュン言ってる感想みたいな。ないか、難しすぎるんですけど。ちょうだい言うなよ、何度も青あざだらけで、ななまた立っている。じゃあ HKT の曲でも歌おうかな。この曲はね、じゃあここで問題です。 HKT48 で、まあ、カップリングのなんかユニット名みたいなやつがやっぱりみたらし団子っていうユニット名、ユニット名っていうか大ユニット名の楽曲は何でしょうか。これね、私もおりこの曲に関してはなんか2個分かれてて、こっちの折り目の方じゃないんであんまり馴染みがないっていうのも大きいんですけど。あ、すごい、会いたくて嫌になる、正解、すごい、会いたくて嫌になるって曲があるんだけど、この曲めっちゃ好きやって、振り付けもねクリエイトボーイさんっていう、あのワラトピーポーとか意外にマンゴーとか HKT だと前回のエコのラベリンス選抜のおしゃべりジュークボックスとか、あの早送りカレンダーとかいろんなね曲をねされてる方なんだけど、この曲めっちゃ好きですね。曲調もねめっちゃいい感じなんだよ。ギターでねちょっと弾けるかわかんないけど、ちょっと弾いてみます。レパートリーをつけたいな、なんか。こんな感じ。
でもいいのかな。あこれからまた夜が始まる。太陽が落ちてもう何も見えなくなってくる。あHKT の歌はね結構いい歌がねいっぱいあるんですよ。HKT結構でもやってきた気がするな。止まらない観覧車っていう曲もカップリングなんだけどめっちゃ好きで、これいつかのアイヤのね CM ソングでしたね。ただこれを弾いたことがない気がするな。止まらない観覧車を歌ってみました。
今日コンタクト入れてるので歌詞がちゃんと見えます。コメントもちゃんと見えます。今年の CM の選抜の曲も楽しみ。おーねえ、なんかライブでさ披露するのも結構楽しみかもしんない。じゃあ次もなんか隠れた名曲みたいな感じで今お送りしてるんだけれどもね、大丈夫かな。これ次はメロンジュースのカップリングで天文部の事情っていう、ね、曲をね歌ってみようと思います。糸が切れバラバラに飛び散ったビーズよ、不規則な線描く運命とは予測イエローの唐揚げかわいい。あ、嬉しい、ありがとうございます。なんかねカップリングとかも結構、あ、今歌った天文部の事情っていう曲も今七色公演っていう HKT のメンバーと48人ぐらいいるので、みんな大抵7人で7組作ってカラーごとにさセットリスト自分たちで決めて公演やってるんだけど、そこでも結構 HKT のカップリング曲結構出てるんじゃないかなって思います。ぜひ、ね、遊びに来てほしいですね。今月中旬ぐらいからまた、今無観客でやってるんだけど、あ、有観客で公演やるので、よかったら見に来てほしいですね。
する COFFE ホッとする至福のひとときホッとする COFFE ホッとするフィーリング COFFE ホッとする至福のひとときホッとする COFFE ホッとするフィーリング2回甘い My life すぐそばにこんばんは。この曲ねめっちゃ頭に残るんだよな。ホットコーヒーっていうそのままホットコーヒーっていう歌なんですけどめっちゃ好きなんですよ。そうチルソングですね完全に。フィーリング甘い2回My life すぐそばに。インシストさんがねめっちゃ好きなんですよね。シャインっていうアルバムがおすすめ。インシストさんのティリリティリリティリリリティリリティリリリ、もう全楽器全そのラッパーのもうかっこいいです。めっちゃそうベースももうね最高なんですよ本当に。